トリエトラックの高橋さつきです。いつもは、市内の会社に勤めているんですけれど、休みの日を中心にアトリエトラックという子どもたちと造形で遊ぶ活動を、しています。今回の作品は屋台っていうものを運ぶものと、あとは木っていう、本の一番大元の材料、この2つを使って言葉を運ぶっていうイメージから、そう制作が始まりました。で、これから今は屋台の中に積み込まれている、言葉を載せる本の大元の木、これを、参加者の人たちに字を書いたり絵を書いたりメッセージを書いたり、未来に残したい言葉を書いてもらいながら、出来上がったものが外に積み上げられて言葉の空間を作っていく、そんな、作品に、していきたいと思っています。